島根県立中央病院は総合病院として高度な医療を提供するとともに手厚いサポートで患者に対応しています。令和元年6月からは助産師だけで分娩を行う院内助産システムを始めました。院内助産システムとは、正常な妊娠経過の方であれば分娩時助産師のみで医師の立ち会いなく分娩していただくことができます。もし何か経過中に異常があれば医師の立ち会いとなります。コロナ禍で立ち会い分娩ができない昨今、安全安心安楽に満足のいく出産をしていただけるようにスタッフ一同サポートさせていただきます。上手です、上手です。こちらの女性は院内助産を希望し、助産師が中心となって分娩を進めました。母ちゃんもね、元気そうですのでね、頑張っとられますけどね。そうです、そうです、そうです、そうです。もう少しですからね。助産師は妊婦に声をかけ、心身ともにケアを行います。最終的には医師も立ち会いましたが、助産師と医師との連携がすぐに取れることも総合病院の強みです。よく泣いてますね。院内助産で生まれた子は令和3年12月100人を突破しました。かわいいですね。よかったね、頑張ったね。赤ちゃん暖かいですよね、おとなしいな、すごい幸せです。もう来てくれてありがとう。もう可愛いです。もう痛み全部忘れますね。入れ替わり立ち替わり、いろんな方が励ましてくださって、ものすごい励みになりました。出産後、中央病院では産後お祝い膳を提供しています。このお祝い膳はフレンチレストラン監修のメニューです。あ、すごい、見えるですか。いただきます。おいしい。病院食っぽくない感じで高価で、目でも楽しめておいしいです。お祝い膳は美味しさだけでなく栄養のバランスも配慮しました。今後はおやつをリニューアルする計画もありますので、これから出産される方は楽しみにしていただきたいです。中央病院では令和3年6月から産後訪問を始めました。心身ともに負担がかかりやすい退院後間もない時期に助産師が訪問します。こんにちは。ねえ、気持ちいい。落ち着かれる。気持ちいいね。遠い目になって。そこを押さえてあげればいい。気持ちいい。そうそう、手がやっぱね、自由になると怖がらいけん。ね。産後訪問では体調の把握や育児相談、赤ちゃんの沐浴の仕方などを指導、ニーズに応じたケアを行います。退院してすぐ来ていただけると安心できて助かります。不安なところが多いんで来てもらったら安心できていいです。またやり方が上手だなって見てました。参考になりましたか。あ、なりました、なりました。その方その方で環境が違うので、その環境に合わせた育児を提案してあげたりとか、授乳の方法とかも人によって個人差がありますので、個別的なケアができるように心がけてます。少しでも安心して育児ができるように、支援できるように心がけています。当院は総合病院という点でも、何か心配なことがあれば専門の診療科と連携しますので、安心して出産していただけます。今年度から当院でより多くの方に出産していただけるように、
いろいろな面からサービス充実に取り組んでいます。ぜひご相談ください。今回番組で紹介した母性平等の取り組みは中央病院の広報誌えにしでも掲載されています。